韓国で行われた総選挙で、与党の惨敗が濃厚となっています。韓国で間もなく就任2年を迎えるユン・ソンニョル政権の中間評価となる総選挙が行われ韓国のテレビ KBS は出口調査の結果300議席のうち最大野党・共に民主党が178議席から196議席を確保し過半数を大幅に超える情勢だと伝えています。 保守系与党・国民の力の惨敗が濃厚となっていて、ユン政権の求心力低下は避けられず、対日外交に影響する可能性もあります。すは明日未明明に判明する見通しです。